ちょちょ、あのターゲット、お前何、え、あ、ちょ、いて、ちょちょ、え、お前、え、様、はい、皆さんこんにちは、ピカです。戦場のバルキュリアやっていくよ。はい、それでは引き続きこのシステムをね、見ていきましょう。次は研究開発所。いらっしゃい、どんなご様子か。いえ、教えてください。その対象、もしかしてギュンター少尉っすか。そうっす。やっぱり聞いたっすよ、ブルールからの撤退戦の話。あの惨劇の中で守った小さな命、くー、燃えるっす。誰のこと言ってんだろう。あーっと、名前、主人公どういうんだっけ。ウェルシア、ウェルシアって薬局か。バカ野郎。ちょっとわからん。女の子はアリシアやったかな。ちょっとメモっとこうね。これこいつリオンか。ちょっとリオンね。ギュンター少尉、あんたはすごい人っす。ぜひ兄貴と呼ばせてほしいっす。呼んで。どうしたのリオン、なんだか盛り上がっているようだけど。なんだこいつ、クライス。おー、クライス、見ろよ、ギュンター少尉だぜ、俺の兄貴。ちょっとメモるね。リオンとクライスね。リオンと、クライス、オッケー。ね、隊長だからね、僕ね。すみません、ギュンター少尉。彼はこういう口調ですが、悪気はないんです。申し遅れました。僕はクライス・チェルニー。ここで整備士の見習いをしています。ほう。なあ、おいらはリオン・シュミットっす。リオンでいいっすよ、ウェルキンの兄貴。はい。ところで、ギュンター少尉。この研究開発所にご用ですか？ここでは、兵器開発を行うことで武器を強化していくことができるんですよ。ほう、強化ね。武器のレベル上げか。ライフルやマシンガンだけでなく、ほう、戦車も強化していくことができるっすよ。なんですって。ただそれ相応の資金が必要っすけど。ほほ、そうか。ライフルなどの銃器類は開発に成功すると自動的に量産されます。何、開発に成功すると自動的に量産される。ちょっと分かんないな。ですので隊員の人数分用意しなくても、数はいくらでも供給できますよ。ああ、そういうこと。戦車の開発は戦車の車両自体を改造して強化することもできるし、モビルスーツ製造してくれませんかね。一発で戦争はあると思いますけど。オプションパーツというものを開発して戦車に装備することも可能っす。そうっすか。そうそう、車両整備を行うことでオプションパーツの装備付け替えが可能です。戦いの状況などに合わせて自由に付け替えをしてみてください。はいはい。戦車の装備について、戦車の開発は車体強化、足回り弱点補強、攻撃補助の3種類に分けられます。車体強化は主に砲身や装甲を強化し、戦車の基本能力を成長させます。一番良い装備が自動的にセットされます。なんだろうか、そのマップに合ってるようなの自動的にやってくれるのかな、車体強化にしたら。だとしたらマップ先に選ぶ必要があるよね。ちょっとどういう 順序なのかちょっと分かんないね、まだね。攻撃力重視の車体を作るもよし、防御力重視の車体を作るもよし、
戦車の見た目も強化の仕方で変化します。ほう、楽しみじゃ。足回り弱点補強と攻撃補助はパーツと呼ばれる装備を開発し、それを戦車にセットして強化していきます。うん。なおパーツはそれぞれ 2×1 ブロックというようにサイズが設定されています。あ、組み込むっちゅう感じかな。まあね、ちょっとジャンル違うかもしれないけど、バイオ4のねスーツケースみたいにね、いろいろまあスペース内にはめ込んでいくという感じかな。エーデルワイス号には 4×3 のブロックのパーツ収納スペースが、はいはい、やっぱそういう感じやね。好きなパーツを開発してセットすることができます。はい、自分の戦い方にマッチした戦車を作ってみてください。はい、はいはいはい。兵器開発、ライフル、マシンガン、はいはい、スナイパーライフルね。で、戦闘服って、まあ、防御力上がるのかな。防御力1しか上がんねえのか。まあでもこれ上げていかないと次に派生していかないっていう感じでしょう、おそらくね。まあまあこう戦闘服は普通の、なんだろう、突撃兵とかそういう感じで、まあこれは対戦車兵っていうのいたよね、そいつがこれの感じなのかな。多分2つともね上げていかなければいけないと思うから、まあ上げていきましょう。500円かかったね。これはまだ上がんないんだよね。すんません兄貴、それはまだ開発できないっす。そうなんすか。どうやったら開発するんすかこれ。あ、こういう風にも選べるんだ。走行服になったな今度。じゃあ左行こうか。手榴弾、手榴弾はまだ上げれないんだね。でスナイパーライフル、対人が70から75、まあ5上がるんだね。で射程は変わらんと。まあスナイパーライフル偵察兵強化したから、これ上げていきましょうね。完成したっす。完璧っす。よし、さすれば。これはこれ強いね、対戦車。そう、射程600、ロケランみたいやつ。ちょっと待って、こっちは、あ、こっちは射程1000なんだ。手榴弾はじゃあどうだ、射程いくつ。90。あ、じゃあ600でもかなりの射程あるんだな。まああれだな、あのロケランみたい感じかもしんないねこれね。じゃあ上げていく必要あるんじゃないのこれ。できたっす兄貴。でマシンガン、マシンガンとライフル、これは何だろう。マシンガンだけに統一できるするっちゅうことできるのかな。とりあえずマシンガンだけ今上げてみよっか。完璧っす。まあマシンガンとライフルどっち強いんだろうね。ちょっと数値見ようか。あ、射程はあっちの、うわー、射程はかなり違うな。こっちマシンガンっていうかショットガンっぽい感じか。発射数20、発射数5。いやー、これはどっち上げた方がよかったかな。あの主人公とかね、このガリアンっていうやつ装備してたんだよね。まあじゃあエーデルワイス号、攻撃補助、照準、まあ上げとけ。できたっす兄貴。
右上4000あったのもう1600なってるね。いろいろ上げて。何何これ何、あ入れるっちゅうことか。まあ、ここに入れとけ。ここでいいのかな。でそしたら車体強化しよう。こっちは方針強化一式、射程が200上がるのか。でまああのこっちは車体防御力がプラス30ね。こっち上げとけ。1200いるけどね、470になっちゃうけど。はい兄貴できたっすよ。うん、よしこれでいいわ。どうです、お役に立てたでしょうか。うん、ちょっと強くなったかもしれん。で以前のマップに行って経験値稼げるのかちょっとやってみたい。うん、僕たちは日夜研究を続けています。今日できないことも明日には可能かもしれません。ほうほう、そしたらなんだ、日にち進、日にちっちゅう概念ないでしょ。でもストーリー進行で、まあ、あの研究開発解除されっちゅうことか。だから日を置いてまたいらしてください。その時までご期待に添えるよう努力します。頼むよ兄貴、また来てくださいね。もうでどんどん発注してほしいっす。じゃんじゃん今ぶっ倒してくるから。さあこれでいいのかな。ブックモード、はい、訓練開発が追加されました。訓練開発について、訓練開発では戦闘で得た経験値や開発費を使って隊員を訓練したり新しい兵器を開発したりすることができる。うん、戦闘を始める前や戦闘を終えて経験値などを獲得した際にはここで次の戦いの準備をするといいでしょう。はい、三角ボタンでメニューを開きタグ選択から訓練開発を選択すると訓練開発パートに進むことができる。なおゲームを進めていくとパート内に新しい行き先が増えてやれることが増えていく。はい、うん、俺も今すでに目いっぱいなんですけどね。そしたらこれもうほんと前行こうか。これできるかちょっとやってみたい。戦車現れる、嫌です。ブルール防衛戦、侵略、選べないの。じゃあどういうこと、経験値どう稼ぐの。成長要素はあるけど経験値を貯めてユニットを強くして次のエピソードに向かうっちゅうことはできないんだね。そうなんだ。そしたら積んじゃう可能性もあるっちゅうことかね。まんべんなく上げていかないと、特に初見はちょっと積んじゃう可能性もありそうだねこれね。いやいやいや、三角はタグ選択、小選択。さあ行きましょうか。三章バーゼル市街地戦、新五十。兄さん、ここにいましたか。探しましたよ。おっと、イサラも着替えたか。いや、イサラ。イサラも義勇軍に配属されたんだね。戦車操縦士兼車両整備士として登録されました。兄さんが指揮をする戦車エーデルワイス号の運転と整備をします。私たちみんな同じ正体になったんだね。これからもよろしく。よろしくお願いします。ところでイサラは何をやっていたんだい。戦車の整備スペースがこの奥にあるので
ラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。うん。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力、あと怪我をした時の治療薬とかかな。ラグナイトは私たちの生活に関わるいろんなものに使われているからね。それだけにラグナイト資源が争いの種になっているのも事実ですね。そうなんだ。ああ、帝国がガリアを侵略に来たのもこの国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。うん。あ、そういえば兄さんに渡したいものがあって持ってきました。何ですか？これは父さんが使っていた信号銃です。はあ。納屋にしまってあったのを持ってきました。父さんの信号銃か。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、ありがとう。私はいつ出撃の声がかかってもいいようにエーデルワイス号の点検をしておきます。うん、頼むよ。じゃあ私たちは行くね。後で会いましょう。さて、ページ移動？あ、まあこれか。初めての作戦。早速だが、諸君らに今回の作戦の概要を伝える。先刻、首都近郊の重要拠点であるバーゼル峡が帝国軍の部隊に占拠されたとの報告が入った。バーゼル峡？首都近郊にあるバーゼル市内の運河に架かる巨大な跳ね橋だ。バーゼル峡はランドグリーゼへの街道が通る重要な地点。この橋の奪還が我が中隊の任務である。ここまで驚異的な速さで進攻してきた帝国軍だけに、未だ防衛部隊の兵力は十分ではない。我が第三中隊は敵防衛部隊の増援が到着する前にバーゼル峡を奪還する。ふん、義勇軍ごときでも作戦会議をするのか。何？バーロットよ、いつまで部屋に閉じこもっているつもりだ。申し訳ありません、すぐに出発します。まあ、所詮は寄せ集めの民兵どもだ。大して戦果は期待できぬがな。橋を防衛していた正規軍があっさり敗れたことも、私には戦果として期待外れでした。でしたわ。いずれにせよ、バーゼル峡は重要な戦略地点。速やかに奪還いたします。せいぜい頑張ることだな。今の人は？ダモン将軍だ。中部方面軍の総司令官さ。中部方面軍？僕たち義勇軍もそこに編成されていたね。ダモン将軍は貴族出身で階級意識の強い人らしく、民兵の集まる義勇軍を目の敵にしているって話だ。なんか三国志でこういうの見たことあるような気がするんだが。そうだったのか。そうだったのか。戦争が始まって
みんなが一丸となって戦わなければならない時期に、正規軍とか義勇軍だとかそんなこと言ってる場合じゃないのにな。だよね。さて、これより作戦を伝える。バーゼル卿奪還の足がかりを得るために、まず橋西岸の市街地を制圧する。ギュンター少尉。はい。西岸河川敷の敵拠点制圧を第7小隊に任せる。これが初の作戦となるが、心してかかるように。はっ。残る小隊は警戒を厳にし、バーゼル卿奪還作戦まで準備を怠るな。諸君らの活躍に期待しています。以上。はい。遊撃戦闘。遊撃戦闘について。遊撃戦闘ではいつでも自由に戦闘を行い、これ今から経験値や開発費を獲得することができます。頼むよ、そうあってくれ。そうでないとさ、ロールプレイング要素あったとしても薄すぎるよ。本編の戦闘と違い、何度でも挑戦可能です。来ました、みんな来ましたよ。これだろ、絶対これだろ。本編の戦闘に行き詰まって鼻詰まりの時は活用すると良いでしょう。三角ボタンでメニューを開き、タグ選択から遊撃戦闘を選択し、戦いたい戦場を選びましょう。これやな。うん、やっぱりあるか。うん、ここでなんだくなんだよこれって売っちゃう人いるんじゃないの。結構ね、30分で売っちゃいましたっていうレビュー結構見かけるからね。チュートリアルとかね、なんかでそういうのをあらかじめどっちがいいんでしょうね。戦場はゲームの進行に合わせ増えていきます。また敵の難易度を選ぶこともできる。なお、遊撃戦闘で死亡した隊員は本編と同様二度と入隊させることができなくなる場合があるので注意しよう。だからあんなにいっぱい隊員いるんだ。じゃあせっかく覚えても死んじゃったらダメってことか。わかったよ。じゃあ早速遊撃戦闘ちょっとやってみようか。どうやるんだっけ。タグ選択か。あ、これね、遊撃戦闘。これ何ブルール郊外。あ、順番にか、順番にやっていかんといかんのか。ちょっと待って、ブルール郊外ってなんだよ。エピソードとまた経験値稼ぐマップは違うのか。とりあえず、タグ選択、訓練、遊撃、まあこれしかできないから、まあノーマルでいいのかな。それでは本作戦を説明する。はい。帝国軍の遊撃部隊が今回の戦闘地域に展開しているとの報告があった。機関らはこの位置より出撃することになる。はい。速やかに敵軍に攻撃をかけ、これを撃退せよ。本作戦の目的は敵本拠点の占拠である。隊員は9人でき配置できるよね。隊長は絶対か。なんじゃここで偵察兵ね。アリシアって偵察兵なんだ。じゃあまず貴様偵察。じゃあ貴
貴様ここで突撃兵、こいつなんか最初からいるからなんか死なせたくないな。え？かぶった？うん、これね。で、で、対戦車兵、戦車兵いるのかな？で、貴様、これでいいわ。ブックモード、ああ、出撃。では本作戦を開始する。この戦いの勝敗は諸君らの双剣にかかっています。以上。はい、わかりました。ガリア領に進撃してきた帝国軍を叩くぞ。第7小隊出撃する。いや、戦車も使えるからやっぱ相手も戦車いそうやな。いるな、これ戦車だろ。ああ、これ戦車だな。うひょー、偵察兵。いや、難しそうやな。あった。まあ、戦車で無双できねえかな。こんなの偵察してどうすんの。了解。まあ、いっか。しゃがめ、しゃがめ。おいだ、やだやだ、おいだ、だ。貴様。で、偵察兵ではなく、これ対戦車兵だろ。スナイパーライフルはどうなの。ドーン、バガロー。あ、隊長だった。隊長なのかな、わかんねえな。あ、わった。行動終了。そしてね、戦車がこっち来るから、まずはこいつっていうか、お前、行動開始します。4人だよな。汚れちまうな。お前ここでいいわ。マシンガンね。よし、あ、痛い痛い、貴様痛い、臭い。しゃがめ、違う、しゃがめっつうの。で、衛星兵持っていこう。これズームできねえのかな。この命に変えても。ちょちょ、ターゲット。お前何、え、あ、痛い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 。ちょちょ、え、お前、え、貴様、回復どうすんの。うわアホか、わかるか。よし、これでターン終了しよう。うわあ、助けて、無理です。
わ、届くんかい、対戦車兵か。お前後頭部危ないんや。ちょっとね、これはね、ちょっと回復の仕方とか個人的に今度勉強しておくわ。お前何後ろ向いてんの、お前。ちょっと分かんないよねこれね、戦車、行動開始するぜ。みんな俺についてきな。よし、よくやった。お前逃げとけ。衛星兵。え、しっかりしなさい。衛星兵、誰かちょっと覚えとかないとか。不祥事メルビル、しゃがんでくれないかな。っていうか、お前しゃがんでくれねえかな。いっぱいなのか。なんでそっち行くの。何してんのお前。まあいいか。なんでしゃがまないんだろうね。ちょっとごめんね、ほんと勉強するね、ごめんね、ほんとにね。あいつ対戦車兵か。そしたらあいつは銃弾に弱いんだよね。アレス、あいつこいつ強かったよな、突撃で。対戦車兵って、あ、戦車じゃないんだ、戦車じゃないんだ。でこう偵察兵は近接に弱いんだよね。ならばお前、人気者は忙しいね。何勝ち気、よくわからん。 あいつ偵察兵だから、あ、しゃがんでるか。まあいいわ、お前ここでしゃがめや。痛い、臭い。貴様、何しゃがんで。そしたら、まあ、頼むわ。あいついけるやろ。あいつ立ってるもんね。うわ強っ。あいつ防御力、ちょしゃがめ。あいつ対戦車兵ってさ、普通のマシンガンとかに爆発系には強いけど、マシンガンとか弾には弱いはずじゃないのかな。ちょっとわかんないな。まあ目には目をで行くか。よっしゃ、しゃがんで終了。これで、まあ戦車で行きゃいいんじゃないの。弾撃てるぞ。ちょっと貴様うるさいんだよね。うわあ。行動開始します。アリシア普通に強かったけどさ。ここはまずい、交代だ。
でも偵察兵なんだよね。偵察兵って攻撃力弱いって。しゃがめで、あと AP ポイントは、あ、 CB ポイントが2か。こいついけるっしょ。どれでいく？お前じゃない、ロージで行こう。アリシアの方いけるやろ。了解したよ。立て、やれ。よし、しゃがめ。よし、これで反撃狙っていこう。うん、ただ今の時点でちょっと疑問は、対戦車兵は普通弾丸に弱いって情報を得てたけど全然強いよね。うん、こいつを行動開始します。直せねえの、ターゲットわからん。ちょっと長くなりそうやな。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回この続きから、まあ徐々にまたメインミッションとかやっていきましょう。またね。